ジネッタ・カーズはスポーツカー及びレーシングカーを製造するイギリスの自動車メーカーである。1958年、ウォークレット兄弟がサフォーク州ウッドブリッジにて設立した。彼らは初の自動車として戦前製のウーズレイをベースとした G1 を発表したが、市販はされなかった。1962年には本拠地をエセックス州ウィザムに移転し、1972年には サフォーク州サドバリーに工場を構えるが、2年後にはウィザムに戻っている。1988年には事業拡大のため本社をスカンソープに移転した。長年にわたってジネッタを経営してきたウォークレット兄弟だったが、1989年をもって経営から手を引くことを決め、シェフィールドに本拠地を構える国際的なエンスージアストの団体に社を売却した。 売却時の財政状況は良好とされていたが、新体制になってからの経営は次第に悪化していった。2005年、ジネッタ社は介護事業等で財を成した富豪のローレンスト・ムーリンソン、率いる LNT グループに買収される。これを契機に休眠状態だった同社は一気に活性化し、モータースポーツに軸足を置いたラインナップに回帰していくこととなった。 2007年には工場をウェストヨークシャー州のリーズに移転し、年間200台の製造目標を掲げて、創業を開始した。創業50周年を記念して開発された G50 は、トムリンソン自らが開発式を取り、グループ GT4 で幅広く使用されるなど成功を収めた。2010年3月、サマセット州に本拠地を構えるスポーツカーメーカーのファービオを買収し、 海400としてリバッジした。海400は2011年10月に、フォード製の3.7リッター V6 エンジンを搭載した G60 へと発展している。また、2010年のルマン24時間レース参戦や、2015年から創設された、フランス西部自動車クラブのルマンプロトタイプ3のコンストラクター承認を受けるなど、スポーツカーの製作に力を入れている。 ジネッタが製作したモデルは次の通り、ジネッタ初の市販車として開発され、愛好家向けのキットカーであった。基本コンポーネントは、ホード製のものを流用し、ボディはアルミニウム製、車種にはチューブラーフレームが採用された。製造台数は約100台とされている。1959年に登場、グラスファイバー製のボディを持ち、エクステリアも GT スタイルに一新されたが、 コンポーネントは G2 の流用だった。ジネッタ G4R1961 年に登場。ボディは FRP 製のコンバーチブルスタイルで、デザインはコークボトルラインを持つ曲線的なフォルムとなった。サスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン式、リアがトレーリングアーム式という組み合わせ。車種は交換スペースフレームである。エンジンはイギリスフォードの大衆車。 アングリアから流用した1リットル直列4気筒オフが標準で搭載され、それまでの同社製モデルと同様に FR 方式で駆動した。トランスミッションは4足 MT。スペックこそ最高出力 40HP、最大トルク7 1 k g m と控えめな数値だったが、車重が 445kg と極めて軽量であったため、 最高速度時速 169km、0から 400m 加速 18.9s という高いパフォーマンスを発揮した。1963年にマイナーチェンジを受け、シリーズ2に移行した。フレームやサスペンションの改良、フロントのディスクブレーキ化などが行われると同時に、ボディスタイルにハードトップを持つクーペが追加された。1966年には再度マイナーチェンジを受け、 シリーズ3へ移行。1.5リットルエンジンが追加され、リトラクタブルヘッドライト仕様が追加された。1969年までに500台以上が生産され、ジネッタで最も売れたモデルとなった。生産終了後も人気は衰えず、1981年にボディサイズを一回り拡大したシリーズ4として復活している。ジネッタ G4 シリーズ41981年。 好評を博した G4 がシャーシュを一新しシリーズ4として復活した。エンジンはフォード製の1.6リットル直列4気筒を搭載していた。1984年までに35台が製造された。ジネッタ G12G10 は1965年のレーシングカーショーで発表された。さらなる戦闘力アップを目指し新たに コードマスタングより流用した4.7リットル V 型8気筒エンジンを搭載したが、車重は約 900kg に肥大化した。それでも愛好家からは高い評価を得、プロトタイプで参戦したブランズハッチでのデビュー戦では、ジャガー E タイプを破り、注目を集めた。しかし、ジネッタの低い生産能力では、ホモロゲーションを取得できず、3台が製造されたのみで、 実戦に投入されることはなかった。その後、ジネッタは G10 のストリートバージョンとなる G11 の開発に取りかかる。G10 と同一のボディに MG、MGB より流用した1.8リットル直列4、気筒エンジンを搭載したモデルだったが、MG 製エンジンの納品が遅れたことで生産は、滞り、最終的に製造されたのは、わずかな台数に止まった。 1966年 G12 が発表された。G4 の進化型にあたるモデルで様々な面でのブラッシュアップが行われている。交換スペースフレーム車種は G4 と変わりないが各部をセパレート化することで整備性のアップを図った。サスペンションは前後ともにダブルウィッシュボーン式となり、トライアンフ由来のアップライトとダブルウィッシュボーンとコイルスプリングで構成されていた。 一方、後部には、コイルスプリングと共に、下部逆ウィッシュボーンとラジアスアームを備えた、単一の上部横方向リンクの通常の配置が存在していた。車には安全性を高めるためにアンチロールバーが装備されており、フロントとリアにトライアンフから供給されたガーリングディスクブレーキが確実にストッピングパワーを高めた。エンジンは1.0リットルのコスワース SCA から、 供給されました、直列4気筒エンジン。後に、アストン・マーティン製、V8 などの大型エンジンが搭載されたが、あまり成功しなかった。G12 はそのクラスで競争をリードし、ロータスエラン 26R とコベントリークライマックスを、凌駕し、1150ccmn シリーズで優勝した。トラックレース以外では、G12 は、ヒルクライムイベントでも成功を収めたが、 G16 に置き換えられた。約28台が生産された。ジネッタ G151967 年には、後部にマウントされた 875cc のヒルマンインプエンジンを使用する G15 が発売された。この2人乗りクーペは、ガラス繊維のボディがチューブシャーシにボルトで固定され、インプのリアサスペンションとトライアンフのフロントサスペンションが使用されていた。 1967年から1974年までに約800台が生産され、車は形式承認され、完全なジネッタ車が初めて販売された。8台の G15 がフォルクスワーゲンのエンジンで生産され、スーパー S と呼ばれた。ジネッタ G211970 年に G15 に大型の G21 が加わった。 G21 は当初はルーツグループの4気筒1.75リッターまたは3.0リッターのフォード V6 エンジンが利用可能だった。車はルーツのコンポーネントを主に使用した。1.7リッターの 3B レーピアのエンジンはその後この車の標準のエンジンになった。オイルショックにより1974年に生産が終了するまで合計80台が生産された。 この車は後にオープントップの G23 及びクーペバージョンの G24 に変更されたが、これらのバリエーションはいずれも生産には至らなかった。G19 は1台のみが生産されたシングルシーターのフォーミュラ3のレーシングカー。2005ジネッタ G20 ジネッタ G271985 年11月に登場した G27 は、 G4 から派生した2シーターのスポーツカー。トライアンフビテッセのフロントサスペンション、ジャガーの独立したリアサスペンションを改造したものを使用し、ローバー V8 までの幅広いエンジンに取り付けることができた。その後、このデザインは G33 のボディワークにも使用された。ジネッタ G50GT4 ジネッタ G50Z2005 年にジネッタが ローレンストムリンソン率いる LNT グループに買収された後、会社の創業50周年記念で、同社は3.5リッター V6 エンジンを使用して224キロワットの出力を発生する G50 の設計に着手した。2007年、この車はノガロフランスで開催されたヨーロピアン GT4 カップの初戦に出場し、2位になった。この成功の直後、 この車は、姉妹車である、ジネッタ G50GT4 と共に、2008年初頭に、オートスポーツインターナショナルで正式に発売された。この車は、ジネッタのベストセラー車となり、オプティマムモータースポーツが2012年のドバイ24時間耐久レースを含むレースで勝利を収めている。2008年には、ジネッタ G50Z が発表された。GT3 レースを想定した。 この車は4.0リッターのザイテック V8 エンジンを搭載していたがプライベーターに売却される前に3.8リッターにダウングレードされた。エンジンは最高出力3 6 5キロワットを発生した。車はハンドリングと安定性の向上に重点を置いておりフロントスプリッターと大きなリアディフューザーが大きなリアウィングと共にその働きを助けた。エンジンは ステアリングコラムのパドルで操作される、ヒューランド6速シーケンシャルマニュアルギアボックスと、組み合わされ、GT4 よりも高速なギアチェンジを実現した。ジネッタ G602010 年3月に、ローレンスは、スポーツカーメーカー、ファービオを買収し、同社が販売していた、ファービオ GTS を F400 とリバチして、販売していた。その F400 に改良を加えたモデルが、 ジメッタ G60 である。エンジンは G55GT3 と同じフォード製の3.7リッター V 型6気筒エンジンをミッドシップに搭載。スペックは最高出力 314PS、6500rpm、最大トルク3 9 8 k g ス m 4500rpm である。ABS やパワーステアリング等の電子制御は搭載していない。 ジネッタ G402010 年、既存のジネッタジュニア選手権に新車を導入し、その際に古いジネッタ G20 レースカーを、ジネッタ G40J に置き換えた。G40J の成功に続いて、ジネッタは成人レーサー向けチャレンジシリーズのジネッタ G40 チャレンジを導入することを決定した。1.8リッターのフォードゼテックベースの直列4、気筒エンジンを搭載し、 G40 チャレンジカーは1 2 3キロワットの出力を発生した。2011年にロードカーであるジネッタ G40R を発表した。これは行動を走るレースカーというウォークレット兄弟の当初のビジョンを模倣するように設計された。レースカーの1.8リットルフォードゼテックエンジンからマツダ製2.0リッター MZR エンジンにモデファイされ、 175馬力 7000rpm の出力を発生し、マツダ MX ごと共通の6速マニュアルギアボックスを搭載した。ただし、ロードカーには完全なレース仕様のロールケージも含まれている。この仕様により、車はスタンディングスタートから時速 97km まで5.8秒で加速し、時速 225km の最高速度を達成した。 ジネッタ G55GT42011 年、G55GT4 カップカーが、ジネッタ GT4 スーパーカップに導入された。最大出力2 8 3キロワットのフォード製3 7リッター v 6エンジンを搭載した。2012年には、ジネッタレーシング製4 3 5ー v 8エンジンを搭載した、G55GT3 が登場した。 ジネッタ・アクーラ2019年3月5日、ジュネーブ国際モーターショーで、ジネッタは、ロシア語で、サメを意味する、アクーラと呼ばれる新型スーパーカーを発表した。パワートレインは、自社開発の自然吸気、V 型8気筒ガソリンエンジンを搭載する。小型軽量設計の V8 ユニットは、最大出力は 575HP、最大トルク 71.4Kgm を引き出す。 トランスミッションは6速シーケンシャル。ロングノース、ショートデッキのボディはフルカーボンファイバー製。フルカーボンファイバーのモノコック写シ真シも採用。車両重量は1トンを切り 940kg に抑えられる。ジネッタは2020年、アクウラを20台限定で生産する計画。英国本国でのベース価格は34万ポンド。 ミシュランジュネッタ GT4 スーパーカップは G50 と G55 のワンメイクスポーツカーレースシリーズ。英国 GT 選手権、イギリス解散、現在は BTCC のサポートレースとして開催されている。2014年から G50GT4 と G55GT4 が一つのクラスに統合され、二つのモデルはパフォーマンスのバランステストを通じて同等化される。 2009年、ザイテックと共同で、ジネッタザイテック G's09S を開発した。ルマンシリーズの LMP1、2両クラスに参戦、LMP2 クラスで2勝し、ドライバー、チームのダブルタイトルを獲得した。2010年のルマン24時間レースでは、ナイジェル・マンセルが2人の息子、レオとグレッグと共に参戦。結果はリタイアだった。2015年に創設される。 フランス西部自動車クラブのルマンプロトタイプ3のコンストラクター承認を受けた。2014年、ジュノレーシングカーズをジネッタが買収。その合同制作で2015年に LMP3 マシン、ジネッタジュノ P3 から15がデビュー。2015年のエルムズでは6台が参戦。ドライバーチームのダブルタイトルを獲得した。ジネッタ G60LTP12017 年。 LMP1 マシンであるジネッタ G60LTP1 を開発した。2018から19年に FIA 世界耐久選手権ではジネッタは TRSM レーシングと共に2台の G60LTP1 で参戦した。2018年のルーマン24時間レースでは5号車が総合41位、クラス5位でフィニッシュし、6号車は電気系統のトラブルにより、 スタートから10時間後にリタイアした。2020年からヨーロピアンルマンシリーズとアジアンルマンシリーズおよびムッサプロトタイプチャレンジに LMP3 カージネッタ G61LTP3 をカスタマー供給開始。ありがとうございます。